はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は初心者解説動画第2回目ということで、査定についてお話をしていこうかなと思います。で、まあ査定とはですね、まあ、このキャラクターの名前の下ですね、まあ、査定君と書かれた名前の下に総合 F33 っていうのがあると思うんですけれども、まあ、この数値のことになります。で、もちろんね、数字が高い方がランクの高い選手にはなるんですけれども、まあ、あくまでもこれは強さの目安であって、数字が高ければ絶対強力な選手かと言われたら、まあそうではないというところですね。まあ、そういったシステム的なところのお話も踏まえつつ、まあ、査定について、今回は、解説をしていきたいと思います。で、まあ、査定を見る上でまずこちらに出ている査定君ですね、総合力は F33 弾道2で、まあ、全能力がオール E で、特殊能力はなしと、まあ、この選手を基準に、まあ、特殊能力なり、まあ、通常の基礎能力を上げたときにどう総合力が動いていくのかを、見てですね、まあ、簡単に言うと少ない経験点で総合力がいっぱい伸びる方が査定効率がいいという形になります。で、まあ、基礎能力を上げるよりは特殊能力を取っていった方が、まあ、総合力は伸びやすいっていうのが、まあ、従来のパワープロの査定なんですけれども、まあ、さらにですね、有能な特殊能力だからといって、査定が高いというわけでもないというところがね、一つミソに、なるんですね。まあ、とりあえずやってみましょうか。まず基礎能力からちょっと見ていきます。で、ここでちょっと覚えていておきたいのが総合 F33 という数字ですね。まあ、これがどう動いていくのかに、なるんですけれども、じゃあちょっとミートを上げていきましょうか。1個ずつ上げていきます。33で34、2上げたら1上がりましたね。で、ここでの消費ポイントは、まあ、筋力が4、技術が20で精神が8じゃなくて16かなんで、まあ、20の16の36、40くらいか、40くらい消耗して、まあ、査定が1上がりましたという形になります。で、これをまあペペペペペと、D まで上げていくと、まあ、36ですね、査定が3伸びましたと。で、消耗したポイントは、基本的に E から D に上げるのは、まあ、10技術が消耗するんで、まあ、100の80の20と、まあ、200ですね、200、まあ、200を消耗して、査定値が3上がりましたという形になります。じゃあそれを踏まえた上で、特殊能力の方ですね。で、特殊能力はちょっとね、コツっていうのもあるので、まあ、もちろんコツレベルが高ければ高いほど経験点は割引されるんですけれども、まあ、ちょっとね、悪球打ちがコツレベル5になってて、悪球打ちコツレベル5にすると経験点どれくらいで取れるのかっていうと、これは244なんで10なんですよ。10で経験点10で取ると1上がるんですよ。なんで、まあ、これは、まあ、査定効率がいいか悪いかって言われたら、まあ、悪球打ちをレベル5で取るかって言われたら多分取らないとは思うんですけど、3とかでね、最悪でも潰しちゃう。自分はもう悪気打ちなんてものはレベル0で潰しちゃうんですけど、まあ、悪気打ちについてはもしレベル5であれば、もうポイント10で査定が1上がりますよということで、まあ、査定効率はなかなかいいものに、なります。で、あと、じゃあちょっと実用的な話でいくと、パワーヒッターですね。パワーヒッター、まあ、パワーヒッターはレベル5にしてもいいと思うんですよ。で、レベル5にすると、まあ、37の2の10と、まあ、なんで、40、まあ、50いかないくらいですね。まあ、50だとして、ピッて取ると、50で、いくつこれ、33、34、35、36、37、38なんで5上がってますよね。で、50で5上がってるんで、まあ、パワーヒッターも有効な特殊能力で、まあ、5上がると。まあ、これは結構いいですよね。で、ここで問題になってくるのが、まあ、パワーヒッターは、まあ、実際欲しいし使える特殊能力だし、まあ、これで5上がるんだったらいいんですけれども、上のね、アーチストなんですよ。で、アーチストはまあ結構運が良くてコツレベル3になってます。で、コツレベル3でも筋力75の敏捷後の技術20、消耗するんですよ。まあ、これも、まあ、100まではいかないですけれども、まあ、100近く、ポイントを消耗して、まあ、いくつ上がるかっていうと2しか上がらないんですよ。現在
38で、アーティストを取ると40になるってことは、2しか、査定値が上がらないんですね。で、まあ、基本的には金徳っていうのは結構査定効率が良くて、まあ、金徳をいっぱい取っていけば、まあ、査定値は伸びるというのが、まあ、通例なんですけれども、アーティストに関してはこれ、圧倒的に査定効率が悪いです。で、圧倒的に査定効率が悪いんですけれども、でもやっぱりアーティスト欲しいっすよね。まあ自分だったら、もしアーティスト金徳で、まあ、こういう状態であったら、まあ、普通に取ります。というのがあるので、まあ、査定だけを重視して、要は、その総合力だけひたすら伸ばしたいっていう人に関しては、まあ、アーティストは多分取らないと思うんですよ。まあね、そういうのがあるので、まあ、絶対その、査定値が高いからといって、まあ、強力な選手になるかといったところはまた、別の話になります。で、あともう一つですね、ね、もうちょっとパヒタも一旦外しますね。で、物によっては査定が上がらない特殊能力もあったりするんですよ。じゃあちょっと早球を取ってみると、早球はまあこれだけ消耗して、総合値が1上がりましたと。で、早球っていうのは丸から20丸にするものですね。丸から20丸にもできるので、これペッて取ると変わらないんですよ。丸から20丸になるもので変わらないものもあるので、まあ、こういうのも要注意ですよね。でも、まあ例えば外野とか、まあサードとか、ショートは、まあ早球20丸あった方がいいんで、まあできれば欲しい特殊能力ではあるんですけれども、査定だけを考えた時にはもう20丸にする価値は全くないと。単なる経験点の無駄。で、これも75消耗するで、75消耗してゼロなんですよ。これもちょっと悲しいですよね。ただね、チャンスとかはね、確か20丸になった時に上がるはずなんですよ。37から、39なんで。だから20丸系は、まあ、絶対上がらないかって言われたら、まあ、物によりますね。なので、こういうのはね、ちょっと、まあ、ネットで調べたり、まあ、自分でね、こうやって、いくつ上がるかな、みたいな感じで、調べていってもらえればいいと思います。で、広角打法とかって、まあ、俺もね、全部把握してるわけじゃないんで、あ、広角打法、もうやっぱりそれなりには上がりますね。芸術的流し打ち、まあ、ちょっと流し打ちから潰していかないといけないんで、まあ、F34 の36、あ、流し打ちって2しか上がらないんだ。で、そこから金徳を取った時に、あ、36から41になってるんで、まあ、これはパワヒとは逆ですよね。パワヒは、まあ、普通に、青徳のを取ったとき結構伸びて、アーティストが全然伸びないと。で、流し打ちはちょっと、流し打ちそのものは、伸びが悪いけれども、芸術的流し打ちが、5上がるので、まあ、査定を伸ばすにはいいでしょうと。で、悪球打ちについては10でしたよね。で、1球入魂か。あと1球入魂も初球骨がついてるんで、初球を取ってみると36。2上がって、で、1球入魂自体は41と、まあ、5っていうのが多いのかなっていうのを考えていくと、まあ、重戦車ですね。重戦車持ってないんですけれども、多分重戦車も結構査定効率はいいと思います。まあ、かといってね、重戦車とか使うかって言われたら、もうクロスプレイなんてもうほとんど見たことないんで、まあ、重戦車取るんだったら、まあ、例えばパワーがね、変わってくるっていう話になると、その筋力に振って、まあ、パワー振って、例えばね、この数字が、まあ、D になるみたいな感じだったら、これは基礎能力に振っちゃいますね。なんで自分はね、結構やっぱり基礎能力を重視するんで、まあ、査定重視要因っていう感じではないですね。で、もう一つ、査定を重視される方で、まあ、やられている方が、キャッチャー丸なんですよ。で、今ポジションが、どこ？外野。外野なんで、外野ってキャッチャー丸が取れないんですよ。まあ、見てわかる通り、キャッチャー丸がそもそも存在しないんですね。で、ただこれを、サブポジ保守をつけると、キャッチャー丸がね、つけられるんですよ。で、キャッチャー丸っていうのが、まあ、コツなしで、まあ、これくらいですよね。ちょっと見てみましょうか。で、そうすると、キャッチャー丸は34から39で、4じゃなくて、35、36、37、38、39。だから5上がってるんですよ。で、さらに39から、あ、これは変わんないのか。そうそうそう、キャッチャー20丸は確か変わんないんだ。なんで、キャッチャー丸をつけて、まあ、査定を伸ばすっていうやり方をしている人もいます。まあ、いわゆるそれがね、青染めですね。まあ、キャッチャーをつけると、まあ、ポジションのところに、右側が青くなるんで、
で全員キャッチャーサブポジをつけてキャッチャー丸だけ取得するみたいな。でまあ青染めをして査定値を上げると、まあ、そういうやり方もまああるといえばあります。でまあこういう感じでねやっていくと、多分ムード丸とかって多分ね査定上がらないと思うんですよ。そうだよね、ムード丸は査定が上がりませんと。でレーザービームもせっかくなんで見てみましょうか。金徳あるんで35。レーザービームそのものは一応レベル5になると12、12、12とで、取ると1上がりますと。で、高速レーザーですね。高速レーザーも5ですね。金徳って結構5が多いのかな、そうすると。なんで、そうすると、じゃあそのトータルの経験点でいくつ消耗するのか。で、査定がいくつ伸びるのか。で、そうすると査定効率ですね。まあ、この特殊能力は、経験点の割には査定値が伸びるとか、経験点使う割には、査定値が伸びない。で、そもそも査定にならないっていうのもあったりするので、まあ、こういうのをね、まあ、全部調べて、まあ、効率よくやっていくと査定の高い選手も作れますよといったところになります。で今ちょっと特殊能力の話をしたんですけれども、基本的には基礎値については、まあ、パワー、ミートあたりを上げた方が、査定値は高くなります。で守備系ですね、まあ、肩とか守備とかの方が、伸びは良くない感じになります。まあ、その消費する経験点っていうのも違うんですけれども、例えばパワーを D に上げてみると、F37 ですよね、37で、じゃあ守備をD に上げると35なんですよ。なんで同じ E から D に上がるに関しても、まあ、項目によって、まあ、査定値の上がり方が違いますよと。で、パワーに関しては結構ね上がりがいいはずなんですよ。 S にできないか。なんで A にすると、まあ、D の50まで伸びると。で D の50、肩が上げられるかな、 A まで印象が足りるか。よし。で、E の41っすよね。肩は A まで上げても41と。で、パワーは A まで上げると、まあ、これね、筋力がね、めちゃくちゃ消耗するから、ちょっとなんともは言えないんですけど、一応まあ、同じ A にしたときに、まあ、50までいきますと。言ったところになりますので、まあ、基本的にはね、まあ、基礎値で、この査定を伸ばしたいときは、まあ、打撃寄りの選手ですよね。まあ、ミートとかパワーを上げた方が、まあ、効率が良くなりますと。まあ、いわゆるゴリラ型の選手ですよね。パワーばっかり上げるゴリラ型。なんで結構査定にこだわっている人は、まあ、ゴリラ型の、選手が多いチームになる傾向にあります。で、かつ、キャッチャー丸を取って、まあ、青染めしていると。で、あとちょっとまあ、これもよくわかんないですけど、青染めの定義がよくわかんないんですけど、この青徳能も結局青いじゃないですか。なんで、もう青徳能を要はいっぱい取って、まあ、染めてるのを、まあ、青染めっていう人も、いたりするんで、まあ、一応、青染めって言われた時は、2種類ですかね。まあ、キャッチャー丸をつけて、名前を青く染めてるのか、まあ、こうやってね、特殊能力ばっかり取って、まあ、青く染めているのか。で基本的にまあ自分が青染めって言った場合は、まあ、動画の中でね青染めするって言った場合は、まあ、あのキャッチャーにサブポジがついている、キャッチャーにサブポジじゃなくてキャッチャーのサブポジがついているっていう、感じで言ってます。なんでそうすると、まあ、これ一応これだけ見ると査定値64じゃないですか。じゃあこの選手が強いかって言われるとどうでしょうね。まあ、パワー飛行格とかは持ってて、特殊能力はいっぱいあるんですけれども、まあオール E だしね、使えるか使えないかって言われたらちょっと微妙なところに、なってくると思いますので、まあ、査定はねあくまでも、一つの目安だと思います。でただ、まあ、数字上の、ものがあるので、まあ、そこにこだわって選手を作っても、いいんじゃないかなと思います。ただ自分はね、まあ、査定重視というよりは、まあ、実能力重視で、選手を作っていく方が好きなので、まあ、選手を、ね、作る際にはやっぱり、ね、基礎能力高めの選手の方が、気に入ってはいます。というような、感じで査定について、お話をさせていただきました。まあ、こういうのを、ね一つの目安にして、まあ、選手の育成の指針にしていただければと思いますので、じゃあ今回の初心者解説動画、まあ、査定については、これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。